はい、どうも。おはようございます。今日も、今日は2回目の攻撃ですね、やっていきたいと思ってますが、今日使用するのはこちら、BB 弾が入ります。こいつとこいつですね。これでいずれも100均で買ってるんですけど、こいつでやっていきたいと思います。ちょっと朝早いんでどんだけ頭が回るか分かりませんが、やっていきます。
一応やってきました。今日1回目こいつが頑張ってくれましたね。何発か当たったんじゃないかな。いやー、弾切れ起こしてもう一回弾入れに行って、で結構何発かガサガサも言わせたし、中から結構出てきてて、おーすごい緊張感っす。で戻って、なんかこれだけじゃやった感ないなと思って、こいつ出しちゃいました。こいつすごい、こいつすごいっす。これ100均で買ったんですけど、こいつが思わぬ威力が、いやーこれすごいな。これをねこう引っ張って、ここになんか棒みたいなの入れて、スポンジのちょっと硬いようなやつでドーンっつって、あこれいいわ。もうちょっと練習したら3発も練習できましたね。これ予備の弾がここに2発入れて、あの3発で挑んだんで、まあちょっと映像、あそうか、もう映像見てる後にこれ流してるんで、まあご存知かとは思いますが、一応これを使ってます。いやーでもね、で、一応こう出てきたら、
バドミントンのラケットで思いっきりぶたれてやろうと思ったんですけど、ちょっとね、さすがにその余裕ないっすね。もうすごい緊張感、もう今でも心臓バクバクいってますよ。なのでちょっと明日はお仕事なのでできないので、また明後日、まあ今日の今日の経験をもとにさらなる展開を迎えていきそうな気がします。で、あ、そうだ、一応あれをなんか確保していく、蜂を確保していく、なんかそのなんていうんですかね、ああいうのはなんか虫を取るやつなんですけど、蜂を取れるようなやつがあって、でそれをちょっとアマゾンでオーダーしたんで、今日来る予定なんで、それをまあ家の近くにセットして一匹ずつでも、僕はちょっともうバドミントンで叩けないんで、まあこれでも経験積んでって、もうちょっと冷静になってったら、あの叩く、まあやっぱり1回目から無理っすよ全部。なので僕も経験を上げていって、だいぶ落ち着いてきたら奴らの動き分かると思うん で基本的にね、働き蜂のチェックが激しいんですよ今もね。あの GoPro 撮りに行こうと思ったら、もうすごいまとわりついて離れない離れないのでね、今ね、携帯と、GoPro はまだ撮影中ですね。あー疲れた、汗やばいっす。なのでちょっとそういう機械を使って1匹ずつ収集してって、多分ね30匹ぐらいだと思うんでね、頑張ったら1日1匹で取ったら30日であれ、あの働き蜂全部回収できるんで、そしたらもう何にも怖くないですよ。あの中で、女王蜂が蜂の子を作ってる、大量に蜂の子を今生産してるんで、それでまあまあ全滅したとしてもまたポン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 生まれてくるんで、そいつをいかに撃退できるかでやってって、そうで、なんかその情報によると11月ぐらいに新しい女王蜂ができて、でそいつが飛んでって今いる中の女王蜂が死ぬっていうような生態系らしいので、そうなるとあれがモノケの殻になるんですよね。なのでまあちょっとその前に早めにあれを壊滅できれば、僕の方であの巣を取って中の方を調査できるかな。ああよくば寿司の子、寿司の子じゃないや、蜂の子、蜂の子美味しいって言うんだよね。まあ食していけるなんていうのも見せれたらね、動画的にはいいのかなとは思ってるので、皆さんもお楽しみにではこれを買いました。ハチディキトレ、Amazon で700、800円かな。で一応これセットしてみましたんで、ちょっと木の下に今からセットしたいと思います。一応こんな感じでセットしました。まあちょっとこれで何匹か取れていったら、まあ僕も助かるんで、じゃあ観察していきます。